文化財保存計画協会は文化遺産の継承及び政府機関による国家補助事業に係る登録有形文化財建造物修理の設計管理に関する技術指導を行う認定団体。1970年設立。本部は東京都千代田区。文化財保存計画協会の起源は1970年に設立されたハフ造形研究室である。 文化財保存を国民の文化的環境の向上という目的に基づいたものとしていくために保存計画の手段を研究し、個々の文化財に応じた保存修理を実践する技術者集団として文化財所有者を核とした人々との共同を図るため協会を設立。1975年保存科学研究会東京支部に改祖1979年文化財 保存計画協会に改祖、品質マネジメント国際企画のデミングサイクルで、提唱される品質マネジメントシステムを実践。1987年収益部門を株式会社に、組織分離し、現在に至る。遺跡保存整備、土木遺産保存整備、建造物復元整備、文化財建造物保存修理、付属文化施設等新築、庭園景観整備、 海外遺跡保存技術協力、文化的景観保存計画、伝統的集落保存計画等を手掛けている。国指定文化財建造物の保存に、国庫補助事業として携わることが認められる組織では、唯一の民間会社である。ほどた古墳群八万塚古墳津山城跡び中、ち倉遺跡保存整備土木遺産保存整備建造物、 復元整備建造物復元整備建造物復元整備文化財建造物保存修理付属文化施設等新築庭園景観整備文化的景観保存計画伝統的集落保存計画その他文化財保存計画協会の取り組み文化財保存計画協会株式会社2016年3月閲覧、ありがとうございます